Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. その彼も今年で68歳だが数々の武勇伝を勲章に自ら後進の指導に当たり今なお王者として君臨している。肩に力が入る。そこで質問してみました。ところで館長、格闘技の中で一番強いのはズバリ何だと思いますか？まあ一口で言えばね、格闘技はたくさんあります。いろいろな格闘技がたくさんあるな。格闘技の中で空手が一番強いだろうと思います。その空手の中でも最強に強いのが極真空手だと思います。ではその極真空手の強さの秘密はどこにあるのですか？これはちょっと難しいな。いろいろあるだろうと思いますが、極真空手の強さといったら正解は館長、恐怖心かな。恐怖心？意外や意外。具体的に恐怖心とはどういうものですか？ある飲み屋行って喧嘩になったんです。だからね、相手は全部刃物を持っている。だからね、その喧嘩を私は下げたい。だから下げることができなかった。そこに飲みかけていたあのビールの瓶があったんです。そのビール瓶をね、一か八か恐怖心でね叩いたのがね、ビール瓶のね上がと吹っ飛んでしまった。恐怖心からそういうね響きが出てくるのではなかろうかと。На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.